もこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、今日はジャンプの最終話の感想をですね、上げていきたいと思います。それではいきましょう。お願いします。はい、ジャンプ皆さん今週読みましたか？もう最高なんで、ちょっと今週も盛り上がっていきましょう。あ、それで台風大丈夫でした？多分ね、被害に遭われた方もいると思うんですけども、大丈夫、安全第一でいきましょう。無理なさらず。まあね、今日はあの月曜なんで、あのジャンプ発売ってことでね、最終話の感想を撮っていければと思います。ぜひぜひこの動画がいいと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。はい、じゃあね、ちょっと先にニュースですね。今週のニュースいきましょう。まず V6 さん決まりましたね、テーマソング。これってもう聞けんの？俺待って、まだね、聞けてないんですけど。まだ聞けないのかな。あ、一応あのジャンププラスで見てます。新オープニング、スーパーパワーズ。これ聞きたい。10月7日からってことなんでね、もう次か、次の回だね。いやー、めっちゃ楽しみ。これちょっとトワニさん、ぜひその次はたかしでお願いします。ぐんぐんアピールしていく。あ、ちょっとこのついでなんですけど、あの新アルバムありがとうございます。皆さん聴いていただいてね。あ、まだだよって方はぜひ、あの概要欄貼っとくんで聴いてください。ワンピースっぽい曲もね、あの作ってますんで。でもこれやばくない？マジでワンピースマガジン表紙きた。これやべ、マジでかっこいい。もう見ました？皆さん、いや、これはたまんねえ。この上半身裸のルフィでこうやってね、服持って、で今回色は何、これピンクって言っていいの？いえ、めっちゃかっこいい。でローの手配書がつくと。やばで、ワンピースノベルローがやっと読める。これマジでさ、多分ローファンたまんなくないですか？いや、これはちょっと今回ローに結構スポットライト当たってるみたいな感じなのかな。付録もそうだし。いや、これは19日ですね。10月19日で900円プラス税ってことで、楽しみだな。でワンピースタワーもね、なりきりコンテストをやるということでね、まあ毎週話しますけど、楽しみこれも。で待って、ログギャラリー11月1日から変わるんだ。シーズン5、要はね、あのワンピースタワーでね、原画が、小田さんが描いた原画がね、貼られてる原画展があるんですけど、でそこのログギャラリーっていう名前の、そこが新しくシーズン5映画を、やばね、前回ライバルでしたもんね。ライバルたちの原画が飾ったってのが笑顔。いや待って、それもそれでちょっとやば、もう妄想するだけで熱い。どのシーンが乗るんだろうとかね。うわ、これ楽しみで行かなきゃ。はい、そんで10月4日ビブルカードブースターパックやば、次のブースターパックがね、ゲットってことで、毎月発売ですからね。今回はイーストブルーの岩、ウソップとかシロップ村と、あとバラティエ、もう一個の方がね、超新星。やば、いや、ローとかレイリーでしょ。うわ、激アツじゃん。いや、これはマジで熱い。本当にちょっとこの辺は結構ね、謎あるキャラクターもいっぱいいますから、超新星の方はね。10月4日木曜日2パック発売ですね。で各16枚入りで合わせてまあ32枚、別売りなんでね、これはね。逆にね、もう超新星だけでいいやって人は多分それだけね、買うっていうのもね、多分一つのね、集め方だと思うんで。前にあの内藤さん言ってたけど、これは楽しみだな。こっとこれも読み込むもんがめっちゃあるからな。あ、ぜひあのビブルカードね、こんな感じで使ってますみたいなやつとか、あの動画上がってるんで、それもぜひ見てください。はい、そしたらここから本編いきましょう。お待たせしました。はい、ここからですね、本編の内容がありますので、アニメやコミックの方々はお気をつけください。それじゃあいきましょう。いやー、今回ちょっとやばくないですか？ちょっとね、今までね、いろいろあった謎というか伏線というか、それがバーンつながって、ただそれでもまだ先は見えない。どういうこと、何それ、やばいみたいな感じですけど、ちょっといきましょう。919話、おでん城跡。まず扉ですね。いや、前回ね、あのバルトロメオとかキャベンディッシュとかの海賊機が出て、今回はあと残す4人と大船団の人たちの海賊機。いや、ハイルディンとかだって初だよね、これね。かっこよ。普通にかっこいい。じゃあ本編いきましょう。いやー、ちょっと今週とりあえず最後がやべえけど、それまでのちょっとね、ところもバシバシ見ていきましょう。これさ、もうスピードは完全に懐いてんだよね、もうね。要はこれスピードがおたまちゃんを編笠村までお届けするみたいな感じなんでしょ、これきっと。なんか逆に一人で任せちゃって大丈夫なのかなみたいなのちょっとあった。で、そこでさ、刀もう少し借りてくれ、貸してくれってルフィが言ってるところのゾロがめっちゃいい。お前、それちょっと見せろ、ほんと。こう笑った。ゾロが必死に2台鬼徹を見たくてしょうがないの描写がマジで面白い。で、これ、狛犬は団子で名付けたんじゃないんだ。団子でケラになった犬じゃなかったんだな。ワーンって言ってるもんね。普通に懐いたの。このデカさの犬が。すげえな。おたまちゃん、そもそもすごいな。で、これ、町の人たちにさ、おこぼれ町の人たちにルフィ感謝されてんのがなんかいいね。そこでのローのセリフめっちゃよくない？海賊がいいことしやがって、ヘドが出るぜ。これが普通だよね、海賊だよね。で、おきくちゃんがね、何か隠してんのに、もう、ゾロはね、気づいてると。まあ、ずっとそんな感じだったもんね。なんか隠してんだろうな、みたいな感じだったけど。まあ、今回ね、後半で、なんとなく分かったけど。で、花の都でさ、もう何、勉強？学校？寺子屋っていうのはちょっと分かんないけど。いや、そこでだからもう完全に、おでんは悪者みたいな教育になってんだね。で、鎖国がいいことで、開国は悪いことみたいなね、教えがあって。で、ここだ、新しい情報。
で開国をしようとした悪者が愚か者がいますと。それがおでんと赤座や九人男。赤座や九人男、何それ、新しいよねこれね。これ家臣なのかな、これは。これ何なんだろうね、初めて出てきた。でってかこの先生能力者だね、これ蛇だね。ニョロニョロニョロってシャーって言っても、その後舌がね蛇っぽくて、多分これ蛇だ、六六尾みたいだけど。でも完全に悪者だもんね、黒住オロチが。要はまあいいヒーローと。でしかもこれ初めて出てきた、二変流。これオロチ二変流ってどういうこと、これ二刀流ってこと。これでも二刀流っぽいね、このちびっこがね定規2本やってこうやってやってるから二刀流なんだ。これ二刀流ってさ、キーエモンも二刀流だもんね。これキーエモンと戦ったりするのかな、関係ないかな。でこの赤座や九人男がさ、要は赤座やって赤い鞘のこと、刀の鞘のこと。要はさ、小田さんさ7人の侍ねめちゃくちゃ好きって言われてるし、そんな感じかな、7人の侍みたいな、9人の侍、赤座や侍みたいなことかな。いえ、これ気になる。でちょっとそれで思ったのが、金右衛門の刀ってさ、なんか赤っぽいマークみたいのいっぱいなかったっけ。確かなんか赤い模様がさファーって入ったから、これ金右衛門も入ってんのかな。いやまず赤座やがその赤い鞘かは分かんないけど、でもね要は侍の国ですから、和の国っていうのはありそうだよね、関係は。いやでもだとしたらすごい超楽しみなんだけど、9人侍が出てくるってことでしょ。いやそれは熱いな。全然関係ないけどさ、この何寺子屋みたいな学校のとこさ、習字でさうなぎとか羊羹とかなんか日本っぽいものがいっぱい書いてあるね、布団とかごまとかいや細かい、小田先生。で新しいからまた出てきた、居眠り京四郎。何こいつ、超リーゼントえ、な、どういう髪型なのこれ、リーゼントの侍。え、ちょんまげこれちょんまげがこう長いってことだなこれ、すげえな。黒住家御用達両替屋。両替屋、両替屋ってどういうことなんだろうね。今まで出てきた我が国の通貨は金と銀がね今まで出てきたけど、なんかそこと関係あんのかな。要はベリーとかと両替するのかな。まあでも鎖国だからね。でこのキャラがどういう立ち位置なのかちょっとまだ分かんないけど、でも言っちゃえば黒住家側でしょ、オロチ側でしょ。だからでこいつ刀持ってんだよね、このひし形みたいなやつ。え、でもこれさ、なんか誰かいたよな、金右衛門この四角だったよな。金右衛門となんか唾が似てるけど、あでも若干こうなってるかこの人は。で思いっきりさオロチの悪口言ってるよね、オロチ様も昇進でござるとかさ、昇進者の昇進でしょこれ。でおでんの奥方、要は桃之助のお母さんだよね、が要は最後の死んじゃう時に言った言葉、生き絶えた言葉、月は夜明けを知らぬ君、叶わばその一年は、旗と背を編む月夜に九つの影を落とし、まばゆき夜明けを知る君となる。難しいこれ読んだだけじゃ全然わかんないこれ読んだだけじゃ全然わかんないけど、まあ後でねその後言ってく書いてくれてるけど、要は20年後の月夜に恨みを晴らすべく9人の侍たちが化けて出てくると、で我が国を開国するというふうにオロチは捉えてると。でちょうど20年後が今年と。いやこれでなんかもうだんだん繋がってきてね、これね。要はオロチ側でもそういうね20年前のその1個呪いの言葉呪文があるわけだね。だからでそこにオロビおロビン潜入してんじゃん、すごい。ロビンちゃんとしてんのにゾロ全然名前言ってない問題めっちゃ起こしてるけど、ロビンは今のところ順調に作戦してんだね。でおでん城跡、ボロボロだね本当に。要はだから20年経ってる感じだもんね、20年前に要は焼き尽くされたと。でここがゾロやばくない、犬に乗っててよく迷子になれるなルフィも言ってっけど、本当だよ、なんで犬に乗ってて迷子になるのゾロそついにそこまで来たかって感じだよねゾロ。で墓よ、墓の本数増えてるね、前回の時よりもやっぱ、おもっといたんだ、もっとだからね亡くなったことになってると。でここで金右衛門、金右衛門いや下痢かい水飲んじゃったのかな、水あれしかないんだもんね、だってね普通に考えたらね。いや食料のとこ行っちゃったらバレちゃうから。でここ高月圏になっちゃってるね、金右衛門の名前のとこ。前も確かジャンプ結構高月圏になってた気ですけど、高月圏ですよね。夜には便所から出てくんじゃねえかとローややこしいよ言い方が。でお菊ちゃん、やっぱ金右衛門とつながってたね、やっぱりそういうことだったんだ、金右衛門サイドの。いや同心だったんだね、仲間たちだったねでここさガルチューじゃなくてさガバ牛って思ってんだけど、金様ガバ牛新しいガルチューに変わるものが出てきた。これなんだろうね、お菊ちゃんは好きなのかな金右衛門のことが。なんかもうそのぐらいの感じだよねこれで桃之助剣の練習してたんだ可愛い
ってことはもうこれあのね、稲嵐とかもいるのかね。もうルフィも言ってるけどね、みんな来てんだ。じゃああでサンジたちもいたんだね、ちゃんとルフィ以外は全員いたと。船でね、あのなっちゃって、結局あのタコなんだったの、未だに知れてないよねあの船のタコで、サンジたちは海底のビブルカードちゃんと拾っててくれたといや、なるほどね。だからサンジ上羅なんだ、乾かしてたんだろうね、服ね。いや細かい、そういう細かいとこすげえマジで。連絡取れてもう合流してたと。でベポは下痢ですみんなしてみんなして下痢じゃん。で食料盗んでたのはローだったんだ。で俺盗賊視点丸が盗んでると思ったからさ、えこれローとは別なのかな。ローがあれ、あ何傘かぶって主点丸って名乗ってたのかな、ちょっと分かんないよね、その辺はまだ分かんないけど。でこの汚い部屋やっぱりそうだったんだ。あのね、あの金右衛門とかさ、ウソップとかフランキーがちょっと前の回でさ作戦会議してるところ、このボロボロのとこだったもんね。だからおでん場跡だったんだあそこは。でちょっともうってなりません最後俺これ見た瞬間飛び跳ねて、いや最後やばい、いやこれはやばすぎる、ちょっと秘密が多すぎ。ルフィも言ってるけど、実は我々20年前のワノ国より時を超えてやってきたのでござる。はい？何それ、ここで繋がるんだ。だからいろいろロジャーに会ったことあるとかね、いろいろありましたけど、桃之助の発言とかさ、仲が良かった犬嵐ね、コマムシのことを桃之助が知ってたとか、そういうことだったんだ。やっぱりね、なんかちょっとずつね、先週とかもね、あれあれみたいな、僕なんかその精神届けないみたいな感じで思ってたらしたけど、いろいろコメント欄もたくさんありがとうございました。そういうことなんだ。要は桃之助、金右衛門、そしてお菊もらったんだね。だからね、で勘十郎、雷蔵、この5人が過去の人間だと。やばっ。だからお菊はいろいろね、あの怪しかったけど、要は隠してたんだよね、そういうことをね。全部そんなあったね、ルーンゾロとかに話せるわけないもんね。でも逆にお菊はバレなかったんだね。だってさ、おこぼれ町でさ、普通にあのお茶屋さんで働いてたもんね。だから今回あの見えてなかったのお墓とかはお菊のもあったのかな。まあそれ以外にもねちょっと増えてたけど、だ見えてきたのは、要は城がね焼かれたから、その時に全員死んだと思いきや5人だけは未来に行ったと。20年前から要は今ルフィたちがいる現在に飛んだと。でここでは本当におでんさんたち、要はあと奥方、おであの桃之助のお母さんとか本当に死んじゃったんだ。なるほど、だから和の国を制圧してたのはカイドウとオロチが制圧してたのは20年前。あでもさ、カイドウと手を組んだのはいつなんだろうね。あでも過去か、そこは20年前か。だってお前の父親はバカ殿だみたいに言ってたもんね。だから20年前にも手を組んでやってたんだ。なるほど、繋がってきたね。だからその今回この時を超えたのがね、逃げ場ならあるって前に言ってた場所なのか、能力なのか、どの道能力がかかってそうですよね、悪魔の実。なんだろう、時々でも時々って時々最強だよね、そのあったらね。なんかシャンクスが食べたんじゃないかみたいな噂はあったけどね。だからこれ誰なんだろう、誰の能力なんだろうね。亡くなっちゃった人の能力なのかな、それとも未来にしか行けないのか過去に行けんのかとか、その辺のね、ちょっとまだ明かされてないから分かんないですけど。いやこれやばやば、ちょっと待って、これ来週からどんどんちょっとこの説明がしてくれんのかね。いやーやば。でちょっとね、今回のちょっと細かポイントというか、僕が細かくてやべえいいって思った瞬間ね、ちょっと今回2つあります。皆さん多分ね、もう僕よりもね詳しい方でね、多分もう気づかれてる方多分多いと思うんですけど、まだねパラッとしか見てない人のために、面白いポイントどこだったでしょう。1つ目はですね、金右衛門の後ろの文字。和の国に入ってからドンが弁になってたじゃないですか。今回の弁、この弁です。いや弁ゴロ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 弁じゃないよもうね、こういうとこでねくすぐられるよね。もう、うわもう小田先生やばいってなる、ジーチになる、こういうとこ弁遊んでんな、遊んでるわ。こんなにお腹壊した時に当てはまる後ろの文字ある？で、あともう一個ね、こういう細かいとこマジで好きっす。さっきのね、ボロいところ、要はおでん城跡地のところのサンジ、あと桃之助とブルック。いや、このさ、要はお菊にサンジがデレデレしちゃって、それを桃之助が止めてんのかな？で、ブルックも怒ってんのかな？で、ルフィが笑ってるっていう。細かいな。いや、こういうさ、なんかその作戦会議というかさ、そういうところでのこの小田先生の遊び心マジたまんないよね。言うたらね、あと桃之助も波にあって、もういきなりバフーってやってるもんね。そういうとことかも。いやー今週そんな感じですかね。だからもう本当にその時を超えたのが能力なのか、ある場所なのか、はたまた他にあるかな。結構重みがある能力じゃん。言うたらさ、だって不老不死ぐらいの勢いない？なんか、要はオペオペの不老不死みたいなね。なんか場合によってはなんか命を懸けてみたいなやつなのかな。
はい、今週そんな感じでございました。今日も最後まで見てくれて本当にありがとう。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ぜひコメント欄で盛り上がっていきましょう。いつもありがとうね、みんな。またあげます。またね。